じゃあ今日はちょっと MV の、10月31日発売のアルバムの、リード曲のトリガーという曲の MV の企画について、打ち合わせしようと思います。一回ちょっと曲を改めて聴いてもらえれば、歌い分けも確定して昨日 TD したんで、それを一応送っておきます。よかし、ずれた。これ一応ちょっと用意できる。じゃあまず曲を書きます。っていう感じで昨日 TD して、はい、でちょっと歌い分け何か所変えたところがあるんですけど、まあ、これが最終形になっていて、で一応ちょっと今回の楽曲のコンセプトとしては、はい、まあ、過去の弱い自分を打ち抜いて未来へ挑戦するみたいなメッセージで、過去の失敗とか過去の栄光にすがって立ち止まっている人たちに、まあ、夢への挑戦っていうトリガーとか引き金を引いて過去を打ち抜いてまた夢や未来に進んでいこうっていうようなメッセージが込められた曲になってます。で前にちょっと曲聴いていただいて、はい、今日企画を出してもらうという感じになると思うので、じゃあお願いしていいですか。まあ聴いていただいて、で楽曲がすごいテンポも良くて、はい、スピード感ある曲だったので、で、まあ、今回ダンスをしっかりかっこよく見せたいっていうことで、はい、もちろんもともと楽曲が持っているその過去をもうどんどんこうしがみついているところを打ち抜いていくということは、はい、加味しつつなんですけど、はい、まあ、そこもありながらその楽曲のもうちょっとスピーディーな部分だって、はい、勢いみたいなものをなんか同時にこう表せないかなと思っていまして、で今回ちょっと、モーションコントロールカメラまあ、普通人の手だとおよそもう追いつかないぐらいのスピードでカメラがどんどんこうものすごいスピードで寄ったり引いたりとか、またこう右から左に、みんながダンスを激しく踊ってるのをそのカメラもすごく激しく動きながら、撮影していって、その勢いとどんどん切り替わっていく展開みたいなことで、スタイリッシュにダンスを踊る、メンバーの皆さんを撮影できないかなっていうのが、まあ、企画の趣旨です。で一応舞台はシンプルなスタジオっていうのを想定しています。でこれはまあ参考資料なんですけど、まあ、このようにこう無地なところのプレーンなものをでやるのもいいなと思っていますし、本当に真っ白な、はい、上向いても左向いても下向いてもどこ向いても真っ白な空間みたいなところからスタートするのもありだなと思っていて、この間ちょっと場所をどういう場所があるかちょっと今探している途中です。響きです、よろしくお願いします。ほのかです、よろしくお願いします。もかです、よろしくお願いします。今回の振り付けを担当しているプリさん、はい、よろしくお願いします。いつもお世話になっておりまして、ダンスの監修だったりとか振り付けを特にやらせていただいてます。プリです、よろしくお願いします。振りっていうよりかはなんか表情とノリ的なところが、仕草的な、うん、あんま踊りっぽくせん方がうまくいい。キャッチーじゃん、キャッチー、うん、キャッチーだしかっこいい、
余裕あるんで、多分見てる方が演出しやすいと思う。しかもさ、MV はかっこよく見えて、ライブやった時は本当キャッチにも見えたりするじゃない。でもなんか基本的にはワンカットでやってるから、まあ、リップとかよりは本当ダンスだな。ここは踊るやろ。じゃあ、サビ。